井上芳雄さん、浦井健二さん、山崎育三郎さん、 AKB48 渡辺真由さんです。今回松下美香役を演じさせていただく渡辺真由です。本当にこんなに素晴らしい作品に参加させていただけると聞いて、私もすごくミュージカルが大好きで、普段からたくさん舞台を見に行かせていただいていて、このスターズのお三方の舞台もいつも拝見させていただいていて、もう本当にすごい方たちなので、私なんかが一緒にお仕事させていただいていいのだろうかと最初すごい不安だったんですけど。おっしゃいますよ。でもまさかね、僕たちもでも真由と共演できるなんて思ってなかったですよね。本当ですね。本当だから真由がさ、まずミュージカルが好きだっていう認識が俺なかったんだよね。それはね、ありましたね。俺たちありました。あったの？本当に、いや本当によく見に来てくれるんですよ。はい。あれ、どこ、いつから？いや結構前からだよね。前から、そうですね、去年か、2年前ぐらい、3、4年前ぐらい、そんな前から見てんのですね。宝塚とかもね、宝塚ももともと好きで、でいろんなミュージカルも見るようになって、皆さんの舞台も見に行かせてもらって、だからめっちゃ忙しいはずじゃないですか、うんうん、めっちゃ忙しいはずなのに同じ演目2回とか来てくれるんですよ、うん、あ、そうなの？で去年のエリザベートで、うん、僕はがきを持って客席に降りるっていうシーンがあって、うんうんうん、たまたま渡した相手が眉毛だったっていう。かぶりつきなんじゃん、もう席的に。はい、だいぶ前で見てたんだ。そう、本気のやつです。本気のやつだ。本気のやつです。はい、組み合う時に思う、やっぱりミュージカルが好きな人たちでやりたいじゃないですか、それはもう。もちろんもちろん。だからもう、眉がいいなって本当に直感的に思って、嬉しい。いや、いつかそれは舞台でもね一緒にやれたらいいなと思うんですけど、うん、そうですね、まあ、なかなかね、うん、すぐには難しいかなって。まあまあすぐには難しいグループにいますからね。そしたらまさかこのトライベッカでご一緒できて、うんうん、そうなんですよ、ね、いや、 やっぱりだからミュージカルの現場では出会わない可愛さですね、うん、いやいやいや、おい、やっぱな、いやいやいや、言ってやる、言ってやる、言ってやってくれよ。ミュージカル、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 みんな可愛い、みんな可愛いです。問題発言、みんな可愛い、レベルすげえな。いやいや、みんな可愛いです、みんな可愛い。 AKB すげえな。いや、すごいですけど、いや、 AKB にブスはいるよ。ちょっとブスはいない、ブスはいない、ブスはいない、ブスはいないです。ちなみに俺が中にいるやつはブスタイクですよ。いや、もう本当にブスはいないです、ブスはいない。もう指原何回見てもブスはいない。言っちゃえば、言わないで、名前言わないで、言わないで、もう勝手が出ちゃった。いや、みんな可愛いです、ね、だから今回キャスティングにあたって、一緒に歌わなきゃいけないでしょ、うん、で、まあ、僕は個人的に連絡取れるのは指原さんだけなんで、指原に AKB で一番歌うまいの誰って言ったら真由が一番うまいって指が言ってたから、あ、じゃあこれはもう真由しかいねえと思って、うん、あ、そうなんですね。そう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 、もう真由激推しだったの、指原。本当ですか、うん、じゃあ指原さんのおかげということで。サッシーのおかげですね、これも感謝ですね、サッシー。彼女自身は歌が大して上手くないで、それはもう良かったです、歌が大して上手くない上にブスっていう。いやいや、やめなさい。